やってきました、四つ木イーグルです。記念大会です。池尻の参加です。パーフェクト？フリップから26までは持ってる。あー、なるほど。もう始まっております。朝の方です。おー、いろかくん。おはようございます。皆さんおいでですね。おお、本日も大会ご参加いただきまして誠にありがとうございます。どうだい、本日プロコーが一元コーナーで移動となっております。移動先でのお客様少々お待ちいただきますようお願い申し上げます。また本日各シフトプロニアピン賞も受けさせていただいております。各シフトニアピン賞も受けさせていただいております。ちなみにですが、鶴岡美佐子プロ1ゲーム目214ピンで終了となっております。鶴岡美佐子プロ214、そして渡辺和明プロ、空気を読まずに268ピンで終了となっております。それではですね、渡辺和明君の1投目でスタートしますが、
多分コントロールがいいんでね、ストライク出るのは確実なんですけど、あえて9本あえて9本残してください。それでは、渡辺風呂、関西音優勝記念ゲームスタートいたします。ミスがないかなと思って期待したんですけどね、これで300点目指して頑張ってください。はい、皆さんも頑張ってください。優勝することができました。本当にたくさんの応援をいただきまして、応援した後もたくさんのメッセージをいただきまして、本当に嬉しく思います。こうして皆さんのいい報告ができることを、プロとして、本当に幸せなことだと思っております。ありがとうございます。たくさんの方々に支えられて、こうして、プロとして活動を、今できております。今日も8人打ちのところができまして、おかげさまで、ちょっと時間としては長くなってしまうんですけれども、お祝いだと思って応援していただければと思います。ぜひ楽しんでいただけるように、僕も頑張って準備したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。プロボウラーの先輩と後輩の景色です。私のプロとはね、約10年ぐらい前に友達大連でのところでアルバイトしてて、コツコツと毎回持ってきて練習してるのかなと思いながら、練習してたのはリーグ戦のどこの方に使うんですね。その後、7年ぐらい前にイノチームのところに入って、本格的にプロボウラーを目指すことなんですよね。鶴岡プロには、プロテストの推薦人としてサインをいただきまして、僕は鶴岡美咲プロと斉藤志乃プロの2方に推薦をいただいて、プロテストを受けることができました。鶴岡プロとは花町大学で、僕が大分始めたのが10年前で、大学生の時だったんですけども、何の目的というか、もう趣味というか、こうスポーツはあまりやってこなかったので、何かこう熱中できるものがないかなと思って、出会ったのがボウリングで、それから金町で働いた菊池正義プロ、プロボウラーがいるんですけども、その人に教わって、ボウリングをしてました。目的というよりは、趣味の延長というか、上手くなっていくのがやっぱり楽しくて、続けていって、そのうちにボールを作ったり、リーグ戦を投げたりする中で、ボウリングの魅力に、ハマっていったという感じですね。で、その後、友達が亡くなって、こちらの、四つリーグルボールに来た時には、もう、プロになりたいなという思いがあって、それから1年練習してプロテストを受けるという経緯で今に至ります。プロテストを受ける時はですね、一応10年以上 のプロボーラーの方に推薦をいただくんですけども、私はここの審査にいるんで、簡単にって顔を投げたんですけども、その後誰にしようかなと思った時に、やっぱ斉藤志乃プロはギネスね、74章のギネスに載っている方ですからね、斉藤さんのお願いしたら、どうして私がなんてちょっとね、困った顔されたんですけど、当選人でいい子ですからってお願いしました。ところは引き受けていただきまして、今回優勝したんで、推薦をしていただいた責任がプロの果たしたと思うんですけどね。それから先週私たちは女子プロ宮崎エースレンで宮崎オープンがありましたけれど、その時に同じ同期の川添翔太君とお会いしましたね。私と若いプロがここにいるってことを知ってましたが、こういう感じでいらっしゃって、今回の時は同じなのか。
Thank you.
盛り上がろうがいい。本日もトーナメント部さんをご協力させていただいております。
ただいま渡辺和也プロ1ゲーム終了いたしました。渡辺和也プロ1ゲームの点数ですが、空気の読めない278点でした。どうぞ皆様ご検討くださいませ。あれ
ゲームが終わりましたね。Thank you.
スコアになってる。はい、こっち見て、トムさんこっち見て。山口様、山口真嗣様でございます。おめでとうございます。準優勝でございます。695ピンにて湯原様、湯原太一郎様でございます。おめでとうございます。第6位でございます。679ピンにて柿沼様、柿沼和弘様でございます。おめでとうございます。第7位でございます。677ピンにて関根様、関根武美様でございます。673ピンにて高橋様、高橋京介様でございます。おめでとうございます。なお高橋京介様3ゲーム目268ピン本大会ハイゲーム賞でございます。合わせましておめでとうございます。第9位でございます。671ピンにて岩崎様、岩崎幸子様でございます。おめでとうございます。第10位でございます。664ピンにて斉藤様、斉藤エミリー様でございます。おめでとうございます。飛び賞第15位でございます。647ピンにて佐久間様、佐久間さとし様でございます。おめでとうございます。飛び賞第20位でございます。640ピンにて中村様、中村義和様でございます。おめでとうございます。飛び賞第25位でございます。632ピンにて鈴木様、鈴木進行様でございます。おめでとうございます。飛び賞第30位でございます。飛び賞第50位でございます。595ピンにて早坂様、早坂千恵子様でございます。おめでとうございます。飛び賞第70位でございます。566ピンにて木村様、木村光代様でございます。おめでとうございます。第95位でございます。541ピンにて荒木様、荒木康夫様でございます。おめでとうございます。飛び賞ブービー賞でございます。神満様、神満康弘様でございます。八川さん、八ちゃん、第1シフトを統計いたしました。渡辺和明プロ、3ゲームトータルピン725ピンでございました。ニアピン賞のお客様699ピンにて山口様、山口真嗣様でございます。おめでとうございます。そして第1シフト、鶴岡美里プロ、3ゲームトータルピン520ピンでございました。ニアピン賞のお客様518ピンにて原田様、原田照子様でございます。おめでとうございます。そしてただいま行われました最終シフトでございます。最終シフト、渡辺和明プロ577ピンでございました。こちらニアピン賞のお客様同ピンにて荒木様、荒木康夫様でございます。おめでとうございます。そして鶴岡美佐子プロ、3ゲームトータルピン541ピンでございました。ニアピン賞のお客様543ピンにて加藤様、加藤勝俊様でございます。おめでとうございます。それでは続きまして、抽選賞でございます。抽選賞の方は、こちらまずは、こちらボールを入れる袋になります。こちらが4つでございます。はい、それでは4本渡辺プロお願いいたします。まず1本目でございます。1本目、松本様、松本光平様でございます。
続きまして1個入りのボールバッグでございます。1個入りのボールバッグ4つでございます。まずは1本目でございます。西原様、西原亮様、西原亮当たってたんですね。はい、2本目でございます。舘野様、舘野友春様。3本目、町田様、町田睦美様。4本目でございます。菅原様、菅原ひろし様。今いたよ。それでは最後、皆様お待ちかねのボールでございます。まずはデモナイトのコーナーからでございます。こちら黒木様、黒木康弘様でございます。おめでとうございます。それでは続きまして、エリア戦でございます。お、エリアセル、クライ様、クライキヌヨ様でございます。おめでとうございます。巨大にキット、合わせ6時間くらいかかっちゃいます。人数も、たくさん集まっていただきまして、お疲れでしょうけど、本当にお付き合いいただきましてありがとうございます。またこうして、優勝の報告ができるように精一杯頑張りたいと思います。これからもどうぞ応援のほどよろしくお願いいたします。また男子レギュラーツアー1戦しか取られて、今年はなんと6本くらいこれからあります。次は6月のラウンドカップの大阪行っていきたいと思いますので、インターネット、Facebook で応援していただければなと思います。また本日は友情紹介していただきました鶴岡美所のところ本当にありがとうございます。そして、たくさんのご参加いただきましたゲストの本当に長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。今日は、ご経験に120点という恥ずかしい演奏を出しましたけれども終わり今日ということでまた機会がありましたらぜひ皆さんご参加ください。本当に長い時間ありがとうございました。
なかったです。